純度 120% の歌声でしたね。でも今日それ言ってなかった気がする。ポポちゃん。原田奈美人くんがね、今日来ていただいて。おしゃれでしたね。おしゃれでした。ね、びっくりした。最初糸が出てんのかと思いました。うん、作り途中のね、背広着てきて。それはあれはファッションなんです。ね、とってもおしゃれさんですよ。本当ね、なんかどんどんおしゃれになっていく。そう、あと肌が若い。違いましたね。肌が違う。プルプルでしたよ。本当に。ねえ、そんなポポちゃん、うん、いっぱいイベントキャンペーンなどもやってますから、うん、皆さんぜひ会いに行ってみてください。きっとはやぶさと岩佐さんのいいこと言ってくれると思うんで期待しましょう。頼むよ。お願いね、ポポちゃん。絶対これ本人も見てるから。分かってる。ね、また来ていただきたいと思います。はい。またね。